徐々にお腹が、ね、出てきて、いやちょっとやばいなと感じている方はですね、ぜひ今回の方法をお試しください。小川慎弘です。はい、今回の動画は寝ながら下腹が痩せるストレッチを発明しましたということで、今回ですねその方法をあなたにお伝えしていきます。まあ、この時期ですね、どうしてもこうね暴飲暴食してしまいやすいね時期なんですけども、夏からね冬にかけてきて、徐々にお腹がね出てきて、いやちょっとやばいなと感じている方はですね、ぜひ今回の方法をお試しください。まあ、あんまり頑張りすぎずに、もう寝る前にちょこっと毎日ねやる癖をつけてもらうことで、一日のねこう食べ過ぎたものをリセットさせることができて、そのいい癖でお腹をねへこませていくことができますので、頑張るのが得意じゃない方はですね、寝る前にもちょこっとやる癖つけるだけでいいので、ぜひこの方法をお試しください。ではね早速やっていきましょう。はい、今回のねミッションは1個だけです。もう寝ながらなので、あんまり激しいストレッチをするとですね、また交感神経立ってしまって、こうなかなか寝れないっていうこともあるので、クールダウンするようにゆっくりとやっていきますのでね。で、まあ下腹が出る方っていうのはですね、もちろん食べ物とかもありますけど、実は姿勢も関係してます。座り仕事されている方、リモートとか以前と比べて座ってる時間が長くなった方なんかは、特に姿勢から内臓が全部下垂して下腹が出るっていうことがあるんですけども、今このように座っている時にですね、楽な姿勢で座ることって基本的に多いと思うんですけども、骨盤を起こして座骨で座ると背筋伸びやすいんですけども、ずっとこの状態でね、例えばパソコン作業とか、まあ、電車乗ってたりとか、お食事してる時とかって、なかなかそういういい姿勢をずっと保つことってしんどいと思うんですね。悪い姿勢になってしまって、それが癖づくことで、前側のお腹の筋肉、そして太ももの筋肉なんか、この辺が緊張することでぐっとこう伸びにくくなるわけですね。ですので今回そこのね、お腹を出させてしまってるっていう原因である筋肉、お腹と太ももの前側、ここを伸ばしていきます。じゃあこれね、寝てやりますので、うつ伏せに寝ましょう。まず右側ですね。右側を伸ばすときは右膝を曲げて、そして左手で後ろ側から右の足首もしくは足先を持ちます。で、上半身はできるだけベターンとねベッドにつけておきます。そしてこのまま下半身を左側にこうひねります。ですのでこの時に右手で左足を後ろに引っ張り上げる感じですね。ぐっと体をねじった時にお腹と太ももの前が伸びます。これね、深呼吸しながら吸って吐いたタイミングでぐーっとねじれます。で、ちょうどその時に太ももとですね、下腹、下腹部が伸びてる感じを感じれたら、ストレッチの効果が出てきますので、深呼吸しながらこれを10回ですね、やっていきます。じゃあまず1回目ですね、吸って吐きます。はい、戻して2回目吸って吐きます。はい、吸って3回目吐きます。はい、4回目吐いて、はい、5回目吐いて、6回目はい、7回目だんだんとね、お腹周り、太ももが伸びてきて、最終量ですね、こうねじりやすくなってきてると思うんですね。なので、できる方はもういけるところまでねじってください。はい、9回目はい、10回目はい、OK。 これで足戻してもらうとですね、もう寝てる状態でもお腹あたりがなんかスッキリした感じがあります。一度右側だけすっごい伸びた感じしますね。食事をしてお風呂入って、ね、ゆっくり体温めて、でそして寝る直前とかにやってもらうのを
おすすめします。今回10回しましたけど、5回でもいいし、でもっとできる方はもう少しね、15回とかやってもらっても全然 OK ですので、まあ、ぜひ寝る前のね、寝る前シリーズで毎日のルーティンとしてぜひね、お試しください。はい、では今回のね、動画をおさらいしていきますね。まあ、今回はね、寝ながらできるね、お腹のね、痩せるストレッチを発明したということで、その方をお伝えしていくんですけども、先ほど右側やったのと左側いきます。まずうつ伏せに寝てもらって、左側の膝を曲げます。そして左側の足首をですね、右手で持ちます。足首持ちにくかったら、つま先あたりでも OK です。でもそれでも硬いんであればですね、タオルとかをぐるっと巻いて、タオル越しに持ってもらうのも全然 OK です。であとはですね、深呼吸をしながら、吸って吐いたタイミングで、下半身をぐっとねじって、左側の下腹と太ももを伸ばしていきます。これですね、10回行いますね。で、いきます。1回目吸って、吐いて、はい、2回目、はい、3回目、4回目、はい、5回目、はい、6回目、はい、7回目、で、8回目、で、9回目、はい、ラスト、で、これがね、両方終わったらこのまま仰向けになって寝ましょう。はい、さあこれで今ね、両方とも伸ばしたんですけども、前側がね、すっきりしたんで、なんかお腹周りもこう、すごい引っ込んだ感じがあります。まあ、あんまり激しく早いペースなので、もう寝る前ですから、どちらかというと交感神経から副交感神経にこうスイッチするように深呼吸を加えながらゆっくりとね、やってもらうだけで睡眠のね、誘発もしてくれますし、まあ下腹も引っ込んでいきますので、ぜひこの方法をお試しください。はい、では今回のね、動画見ていいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。また概要欄からですね、公式 LINE の登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川氏でした。